はい、どうもこんにちは。松井塾の松井です。本日はですね、何の話をしていこうかなと思うんですが、まあ、せっかくなんで、まあ今日休日ですよね。休日なので、まあ松井先生についてちょっとお話をさせてもらおうかなというふうに思います。で、これ実は松井塾ではずっと何回も説明してるんですけど、まあ、一向に間違って松井先生像っていうのを、認識されている方が非常に多いという形になるんですね。で、そこのところをちょっと今日はお話しさせてもらおうかなというふうに思いますということです。はい。で、まず一番初めに今日はどんな話させてもらおうかなと思うんですが、松井先生は勉強が好きだったんですよねっていう、謎なことを要するに保護者の方はおっしゃられるケースがめちゃくちゃあるんですけれども、私勉強大嫌いでした。はい。小学生の頃ですかね。小学生の頃は勉強がわからなかったんですよね。はい。で、小学校1年生ぐらいの時ですかね。まあ、何言ってるかよくわからんやんみたいな状態のものっていうのが、まあ算数、国語、理科、社会全般的にそうだったんですけれども、まあ小学生ぐらいの時はまあ学校の授業がちょっと怪しいんじゃねえかっていうような状態だった時もあります。で、まあ本当に学校の勉強をその時はまあ一生懸命やって、まあ気がついたら、ああできるようになってたみたいな感じにはなるんですね。だから、まあ、松井先生の強みって言ったら変な話なんですけれども、わからない子の気持ちっていうか、どこでわからない問題が発生するのかは多分、塾の先生の中で一番わかるんじゃないかなというふうに思ってます。で、それはなぜかっていうと、小学校、中学、高校という時代さん、ずっとありましたけど、勉強してきた時代がずっと長い間ありましたけれども、まあ、スランプの連続でしたね。もう、なんて言ってるんでしょうかね。なんか、わっけわかんねえな、みたいな問題がもうなんか、しょっちゅう出てくるみたいな。もうなんか、新しい単元に入るたんびにわけわかんねえ、みたいな。もうそんなんがもうずっと続きまして。あ、もう勉強嫌だな、と思いましたね。ただ、私の場合、他の人とちょっと違うなっていうのは、今自分が大人になってからよくわかることなんですけれども、多分、バカを極めてたと思うんですよ。わかります？バカを極めてたという状態だったんで、諦めなかったっていうことに関しては、多分、どこの先生とか大人たちに比べて、忍耐強かったりとか、そういうふうになるのは、多分、バカを極めていたからだと思うんですよ。で、自分が全然勉強ができなかった時っていうんで、もうそうするこそ全国模試とか、そういう模試とかを受けたら、まあ大体もう下の方にいるわけなんですよ。もう下っていうか、一回ビリ取ったことあるんで、ビリですよ、ビリ。だから、俺より頭悪いって基本的にないと思ってるんですよ。で、ビリ取ってる時も、俺一番やと思ってるんですよ。俺は地球上で最も才能に愛された男やぐらいに思ってましたから、頭悪かったんでしょうね。そうそう。で、なんかもう、塾の中ではもう一番わからない問題とか、そのなんか簡単な問題でもつまずいてるのに、なんかこう、まあ俺一番やからみたいなノリで言ってたのが事実としてあります。俺一番でしょみたいな。まあ、下の方で一番だったんですけど、当時は。そういう形になってて、で、諦めなかったんで、結局、人よりも何倍もこう勉強量を積み重ねていくと、要は抜いてきるわけなんですよ。順位を。で、抜いていった時に、あ、気がついたら、あ、俺賢くなってたみたいな。あれっていうね。俺結構賢くないみたいな。感じですね。だから大学の時代の時も、実はその法律とか経済学とか、いろいろなことを、まあ、よく知ってるっていうふうに言われるんですけれども、これも別に初めから法学の才能があったとか、経済学の才能があったわけじゃなくて、ずっと勉強し続けたら、
なんか他の人よりも、あの、賢くなってたみたいな。っていう感じですね。まあ、あともう一つは、他の人に聞いちゃうっていうのがあるんですよね。わからないものは、もう全部他人に聞いちゃう。で、パクっちゃうと。ああ、そういうふうにやんのね、と。ああ、こうすりゃいいやんっていうふうな感じで、まあ、どん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 知識量全体を増やしていくっていうふうな形をとってたんです。だから、まあ、これを見てる子どもたちや保護者の方々に対しても言いたいことなんですけれども、自分のことを諦めないでほしいんですよね。自分のことを諦めないでほしいんですよ。今、頭が悪いことと、将来頭が悪いことは、意味が違いますから、今、頭悪くても、その努力ばーってし続けてたら、気がついたら頭って良くなってますから。これは。いや、もう騙されたと思ってやってみてもらったらいいと思うんですよ。で、諦めてしまったら、そこでも自分の限界はストップしてしまいますから。と私は思います。で、まあこういうこと言うと、いやいや、そう言っても誘惑に負けるしとか、いや、ゲームしたくなるしとか、わかりますよ。俺もそうやったの。俺もそうだ。誘惑に負けないわけないやろって話やん。中学高校時代の時でしょ。ゲームしていいなって思ったらゲームしてたこともあったよ、普通に。そらありますよ。そんなん全部なかったも完璧ですっていう話になったら、さ誰も苦労しないですよ。誰も苦労しないです。だから言うのは簡単なんですけど、実行するのは確かに難しいんですね。難しいんですけど、もう一回確認してほしいのは、ポイントはここなんですけど、別に私もともと賢かったわけじゃないです、これは。もうずっと言ってるんですけど、賢かったわけじゃないです。はい。なんて言うんですか、多分、びっくりするぐらいわからんっていう状態です。分数とかできなかったですからね、初め。で、全然わからなくて、どうしようってなってたし、もう九九とか掛け算ですね。九九とかも全然覚えられなかったから、あれ確か二日ぐらいかかったんちゃうんですかね。もう父親と一緒に九九をこうなんかひたすら覚え続けるっていう作業してましたけど、そんなもんですよ、そんなもん。で、それがスタートのラインだったとしても、ある程度要するにコツコツ積み上げていけば、きちんと成績っていうのは、上がってくると、まあ信じてくださいということですね。で、やっぱり自分の努力とか、自分の才能っていうのをちゃんと信じてあげないと、やっぱり成績って上がってこないんです。ああ、もう無理だって思ったら絶対上がらないですから。だからね、そこのところをね、まあ、皆さん、松井先生のこともともと天才だったんだとかね、なんか毎日毎日きちんとした生活ができたんだとかね、誤解だらけなんですけれども、まあ、そんなことはないですよ、ということになります。よろしいでしょうか。みんな初めはできなかったんだって。そっからスタート。というわけでね、本日は、松井塾からの、休日をお送りいたしました。それでは皆さん、またよろしくお願いいたします。失礼いたします。